園田競馬レース展望。今日の解説は日刊スポーツの池永博美さんです。よろしくお願いいたします。園田競馬、この開催は6日間開催。前半3日間は先週行われました。明日から3日間、これが後半戦ということになります。で、後半戦に入りますと、あさって木曜日に重賞レースが行われます。これは3歳牝馬の重賞レース、野人育賞です。こういった重賞レースを織り込んで、明日から3日間、金曜日その金ナイターも含めてのこの後半戦をどうぞお楽しみいただきたいと思います。それでは池永さんに、明日行われますレース、これ全部で12レース組まれているわけなんですけれども、メインは11レース、これは A2 クラス、いわゆる準オープンのレース。そしてその一つ前、10レース、このレースは B2 クラスの特別レースです。いずれも12頭のフルゲートで行われるレース。これがなかなか厄介じゃないかなと思うんですが、 その辺のところも含めて池永さん、はい、よろしくお願いいたします。それでは11レースのメンバーをご覧いただきましょう。この12頭です。 A2 クラスですね。さあ、どういう印をつけられたのか、印をご覧いただきます。池永さんは11番ステップシュートを本命にされました。いかがですか？そうですね、まあ、A2 昇級初戦ですか、はい、初めて馬券から外れたんですけどね、はい、前回まあきっちり3着まで突っ込んできましたからね、はい、今日は昇級3走目で決めたいでしょうね、うん、でこの枠もいいですね、はい、自在な競馬ができるその枠というのもいいですね、うん、そこそこをこう前へつけてレースをするという、しますタイプですから ね、はい、こういう外枠の方がかえって揉まれなくていいと、そうですそうです、いうことが言えるわけなんですね、はい。で、対抗に押されたのが3号馬なんですが、これはいかがですか？うん、これもね、前走こと崩れましたけどね、はい、その前からずっといいですしね、そうですね、現実に前々走このクラスに逃げ切ってますんでね、はい、ここね、典型的なに、まあ、1番が行くか、もしかしたら僕は一応昨日の予想では3番ということでね、対抗を打ったんですけどね、はい、はい、3番のカリタスクレース、これを対抗に押されたのは先行できるんではないかという、できるというより行くんじゃないかと見たんですけどね、はいはい、前々回確かに今おっしゃったように 1700m の距離で逃げ切って勝ってるわけですから、はいはいはい、それだけのやっぱりスピードとスタミナというのは十分あるわけですもんね、はい、天気予報ね、はい、この馬やったか、この馬違いましたね、はい、はい、そういうことですね、はい、で3番手評価に4番ダークネブラス、そうですね、これが天球号ね、本当に1002、1008、1007、1004といろんな距離使ってるんですよね、うん、で結果出したのが1230をね、はい、決めたレースなんですけどね、で前回ちょっとね、天にちょっと置かれすぎたのが響きましたけどね、1237レースすると十分上位争いの一頭ですね、うん、はい、今笹田騎手がいいですね、調子いいですね、はい、本当に2元馬乗らしても、そして後位から差していっても、はいはい、なかなかその見応えのあるレースをしてますね、うん、まあ彼の場合ね、一つ結果出すと自信持つタイプですからね、うん、まあ、今自信持ってるところでしょうね、うん、はい、まあね、勝負の世界にいる人というのはやはり一つきっかけをつかむとポンポンとこう、そうですね、行くという人が多いですよね、はいはい、さあ4番手以下の評価なんですが、4番手としては10号馬ですね、10番ダラニスを挙げられました、ね、まあ、3連勝の勢いでね、はい、前走もなんとかしてほしかったですけどね、うん、まあやはりちょっと、相手が苦しかったですかね、苦しかったより好意で揉まれすぎましたね、うん、なるほど、はい、現実に前前走を2では勝ってるんですからね、はい、はい、まあ、今日も巻き返し十分ですね、巻き返しは十分、はい、10号馬ですね、はい、あと1番と9番、これが、まあ、9番から入ったんですけどね、はい、9番が上位で1番ですけどね、はい、これもやはり天入号すごい成績残してましたからね、はい、永遠でちょっとなんか壁に突き当たってるような気がするんですけどね、確かにね、はい、まあ、前回の場合は A1 クラスでしたけれども、はいはい、まあ、ひょっとしたら
明日あたりどうなるかという、うん、前回の強い相手に胸を借りたというのがね、はい、プラス材料になってきますんでね、はい、それではフォーカスを見ていただきましょう。はい、3連単でこの4頭の位置をボックスとしました。一応4頭を挙げられたわけなんですね。たくさんボックス買うとすごいになりますからね。そうですよね、はい、というのがメインの11レースです。 A2 クラスの特別戦。それでは一つ前、10レース準メインのレース、これも12頭のフルゲートなんです。 B2 クラスですけれども、印を見ていただきますとこうなります。9オーバー鉱山アプローチ、これを本命にされました。そうですね、もう天球2走目でね、天球より JR 帰り2走目でね、はい、一転しましたからね、はい、一変しましたからね、はい、やはりさらに上積みを期待 したいですね。なるほど、はいはい、新しき勇者下原騎手、もうね絶好のコンビですね。コンビですもんね、はい、さあそれを本命にされて対抗に3号馬、まあ逃げると見てます。これも田中君乗ってきましたし、はい、まあおそらく花切るでしょうね。ねえ、まあ大山厩舎ですね、新興のね、はいはい、田中厩舎に戻っていたんですけどね、道夫さんのところに、はいはい、まあ大山厩舎は先週勝ちましたもんね。そうですね、2勝もしましたからね。そうですもんね、はい。そして黒三角、いわゆる3番手評価として11号が挙げられました、まあ、南関東からね、はい、天竜3勝目、はい、これも上積み必死でしょうね。なるほど、はいはい、まあ、前回の4着もねスタートでちょっとこう出遅れるような感じがあって、よくあそこまで4着まで食い込んだなと、と思いますね。むしろ4着を褒めてやりたいような感じの内容でしたもんね、はいはいはい、それから見ますとこの大きく変わってくるであろうという11号馬、これはちょっと面倒なうるさい存在じゃないか。あとはいかがですか、12号馬、まあ、高級戦の利があると思いますけどね、はい、はい、高級戦 B1 クラスから B2 クラスに下がってきたという高級戦ですね、はい、それが12号馬で、あと5号馬とそれから7号馬については、そうですね、あとまあ7号馬もね、はい、3走前の2着もね、はい、差のない2着でしたからね、いい競馬しましたんでね、うん、まあここ2走の、惨敗だけではね見捨てられないなと思いますね、うん、はい。でまあ、5号馬は JRA から初戦ですからね、はい、まあ、一生、JR 帰りですからね、はい、前回こちらその他では2勝してますから、そうですね、C2 クラスですけどね、2勝してますから B2 で、まあ、だいたい C2 クラスで勝った馬が戻ってくると B2 からなんですけどね、はい、まあ、1回様子見というところですけど、うん、一発かけられたら怖いね、出場しました、うん、まあ、中央から来て園田に移籍してきて連勝して、そしてまた中央に戻って、はい、そして再びまた園田に帰ってきたと、はい、それが6号馬アクアリオという馬なんですね、はい、ということでフォーカスを見ていただきますと、ここも3連単で1着固定、うん、もうあの勢いがね、はい、やはりこの新しい下原ですからね、はい、勢いで連勝を期待しました。なるほど、9オーバーを中心にしてこういう組み合わせで20通りという、はい、この10レースですね。ということでメインと準メイン、この2つのレース、11レースと10レース、この2つのレースいずれも12頭のフルゲート。池谷さん、正直言うてちょっと難しかったんじゃないですか。11レース分かりません本当に、はい、なるほど、という、まあ、池永さんにしてみてもなかなか判断に苦しんだという、明日の園田競馬メインのレース、そして準メインのレースなんですけれども、まあ、野人育賞が3歳牝馬の重賞レースで、5日目に行われる、これ木曜日ですね、はい、そして金曜日がその気ないと、こういうことで明日からお楽しみいただきたいと思います。日刊スポーツ池永さんでした。ありがとうございました。どうも失礼しました。